先だ。はい、皆さんこんにちは。やっほー、お久しぶりというわけでですね、今私は、オーストラリアのパースに住んでおります。ようやく1ヶ月が経ちましてですね、やっと来れたんですよ、ここに。そう、海です。っていうか、このカメラだと真っ白で何も見えないか。海に来たんですよ。そしたらね、見て、この後ろにね、ウサギがいるの。なんでこんなところにウサギがいんの、マジで。しかも逃げねえし、結構近くで写真撮って、さっきなんかムービーとかも撮ったんですよ、携帯で撮ったんですけど、全然逃げないです。はい、で僕が今いるビーチがですね、あのスカボロビーチっていうところなんですけど、パースっていうところの本当に左西の、めちゃめちゃ西に僕今住んでるんですけど、そこのビーチに来てます。で、今日はね、あいにくの天気で初めての海なので、すごいさっき雨が降ってたんですけど、今は止んでね、割と明るくなってきたっていう状態です。あの今までね、回してたのカメラは実は iPhone で撮ってたんですよ。 iPhone13 を日本で買って、それで撮ってたんですけど、編集もこっちでしてたんですけど、ようやくね、ちょっとだけ時間ができたんで、このカメラで回して、今はこう編集して皆さんにお届けしているという状態ですね。で、いつもこのなんかムービーっていうか、ビデオを撮るときって、何かが終わったときとか、何かこう達成したときに撮るんですけど、前回はこの車買いましたとか、サブチャンネルの方でね、やって、ようやく、まあこっちでいうとこの会社ですね、ホンダの車を買ったんですけど、もう今だいぶ運転にも慣れて、でね、今度次のステップとして今やったのが、こっちの運転免許証を、取るために今ですね、ちょっと行ってきたんですよ。それで、終わって、ちゃんと申請ができて、まあ、2、3週間のうちに届きますみたいな感じで終わったので、一つねクリアっていうことで今こうやって撮ってます。で、じゃあ この状態で喋るか、さっきの状態で喋る、どっちでもいいんですけど、まあ、せっかくなんで海を拝見して撮りますか。はい、でドライバーズライセンスなんですけど、オーストラリアっていくつかの州に分かれてるんですよ。で、州によって法律が違うんですけど、ウェスタンオーストラリア、私がいる WA 州っていうのは、3ヶ月以上滞在する人は、運転免許証を書き換えるっていう法律があるので、まあ、その法律に基づいて、今回はちゃんと申請をしたっていうことなんですけども、まず必要な書類がたくさんありました。まあ、パスポートとか、あとはその銀行から送られてくる書類っていうのは、その自分の住所、各住所っていうのがちゃんと正しいものかっていうのを確認するために、そういった書類、どっか、まあ、公的機関かな、届いた書類で住所が分かるもの、あと自分が持っている日本の免許証、これを翻訳してもらう必要があるんですよ。これが一番ちょっと大変なんですけど、っていうのも僕ね、翻訳を日本領事館でやってもらえるっていうのをいろんなサイトで見て調べたんですよ。で、2022年の9月ですね、今現時点で言ったら、それは今使えませんということだったので、ちょっとやばい人ですね、ちょっとやばい人と思われてるけど、使えないということだったんで、ナッティというね、公式のオーストラリアが認めた翻訳の、そういう、まあ、資格を持ってる人にお願いして、で50ドルちょっとかな、5000円ぐらい払って、その書類をもらって、それを持っていくんですよ。で、もちろん自分のちっちゃい免許を持っていくんですし、いろいろパスポートとかも持っていくんですけど、で着いたら書類を2個書かなきゃいけないんですよ。で、どんな書類書くかっていうのは下の、概要欄に貼ります。で、僕が参考にしたブログもそこに貼らせてもらいますので、ぜひね、オーストラリアで免許を書き換えしたいと思う方はそちらを見ていただければと思います。何時間かかるんだ。で、まあ、かかった時間は、まあ、多分1時間ぐらいかな。結構混んでて待つ時間もあったし、で自分の場合はその書いたりもあったけども、すぐね、なんですか、整理券みたいなの取って待ってたんですけど、調べてたら、あれ書類2個書かなきゃダメじゃんって言って急いで書いて、でも全然時間は余裕があったので待ってて、で自分の番が来て、でそれね、日本だと、日本もそうかな、あ、市役所とか区役所とか行って番号取るじゃないですか、整理券取って待ってたら、自分の番を過ぎちゃったと。そういう時は、あ、すいません、さっきちょっと行けなく、トイレ行ってましたとか言うと、結構優先的に回してくれたりあるかもしれないけど、オーストラリアではそういうことすると、また並び直しっていうことで、ずっと待ってて、自分の番が来て、やっと申請書を提出できたんですけど、で結構そのオーストラリアで僕が今まで感じたのは、担当者によって結構なんかもう、はい、ダメ、バイバイみたいなことを言われることもあったんで、今回もちょっと怖かったんですけど、まあ素敵なね、レディーが私の担当だったんですけど、ちゃんと僕は足りないものもなかったし、何回かね、何それっていう
感じのことあったけど、でも全然問題なくっていうのは、初めて免許取ったのは自分は高校生の時なんですよ。車の免許取って、でバイクの免許取ったのが去年なんですよ。でそれなんでこんな離れてんのみたいなこと言われて、いやあの日本では結構普通だけど、まあ運転して15年ぐらい運転してバイク欲しくなったからバイクの免許取ったんだよみたいな言って、まああそうなの、そういうこともあんのねみたいな感じで、でもあなたバイクの免許取ってまだ1年だから、あの L って書いたプレートを貼らなきゃダメよって言われて、まああの運転する気もないんで今車だけだから、ああ分かった大丈夫って言って、一応その2種類と、あとあの視力検査で、僕目悪いんで、あのまあコンタクトつけてるんですけど、視力検査をお姉さんの後ろにあるなんか A とか B とか C とか E とか書いてあるんですよ。それをまあ一番下がちっちゃくなってて、だから日本でいうこの C があのアルファベットになってるみたいなやつを、では一番下読んでみたいな、で両目でまず見て、片目で見て、こっちで見て、一番下あの間違ってるから、そのもうちょっと上のやつ見てって言われて、で A、E、L、L、S とか言うじゃないですか。そしたら今度はこっちにして反対からやってって言われて、またいいからなんとか言って、で OK ってなって、で今度は、最後はその1年の有効期限にするか5年にするかで、僕はあの長くいる予定なので5年にして、全部で事務手数料も含めて219ドルとかかな、220ドルぐらいかかった、まあ、2万円ちょっとかかって、であなたの家には 2,3 週間に届きますよっていうので最後反抗して終わり。いや緊張したけどここまでうまくいって本当良かった。っていうのは僕ね国際免許持ってるんですよ。ちょっと待ってて、僕ね国際免許っていうの持ってて、こういうあのこれあの千葉のやつなんですけど、一応インターナショナルライセンスっていうの持ってるんですよ。でこれを持っていると1年間このなんとか条約に基づいて日本は運転できるんですよ。結構昔から運転できるんだね。そうでこれ持ってると運転できるんだけど、なんかの証明にはならないですよ。例えば携帯会社を契約するとか、何かしらの契約に関わるものっていうのは大体パスポートなんですけど、例えばまあカジノ入るとかなんですけど、カジノ入る時とかもそうだけど、あんまりパスポートって持って歩きたくないじゃないですか。っていうのがあって、自分はあのちゃんとまあオーストラリアとして認められた公的なそういうカードが欲しかったので、今回申請したというところでした。あのナッティっていうところに翻訳お願いすると、まあ、あの私の場合は50ドルぐらいでやってくれたんですけど、結構ね日本人とかそういうの探したりすると140ドルとか取られたりとかするっていうのも書いてあったし、だからまあ私はあのエージェントの人に紹介してもらったんで結構安く、しかもなって言って1週間ぐらいかかるんですよ。自分が提出してインターネット上でね提出して、これを翻訳してくださいって1週間ぐらいしてあの書類が届くんですけど、僕の場合は朝お願いしてもう夕方にはできましたって来てたんで、すごく早くしかも安くできたので、もしそういうね探してる人がいたら、コメントくれればないいかなと思います。はい、というわけで、まあ、今回はそんな感じでですね、免許取れましたので、ぜひね、参考にしていただければと思います。でまあ余談なんですけど、さっきのウサギはねまだここにいます。なんであそこにいるんだろう、マスコットキャラ的な感じなのかな。はい、というわけでちょっとこっから先はね、もう免許関係なくなって、ただあの雑談になるんですけど、ここからは雑談だよ。いや海が綺麗なんですよ。めっちゃ泳いでる人はさすがにいないけど、なんか透き通った本当に青い透き通った海って感じです。まあ海が広が見えた見えた。はい、こんな感じです。なんかすごい思ったんですけど、僕出身が千葉の大網白里っていうところで、前回ですね何年か前に自分の地元に帰りましたみたいな動画出したんですよ。でなんかその匂い結構そのあるんですけど、すごい似てるんですよ。オーストラリアのこの海の磯の香りというか、こういうところ、もちろんこんな岩とかはこんなトゲトゲしい岩はないんですけど、でもなんかこうやって見たりするとなんかね似た景色というか匂いというかあって、でさっきちょっと注意書きみたいなやつを読んだんですけど、ここはアシカとか出るらしいんですよ。だけどその子たちを傷つけたり殺したり、まあ、食べたりしないでみたいな書いてありましたね。俺たちはさ普通に考えたらさ食べないよと思うけど、なんかつい最近ベトナム人の人が日本の固定外来種みたいなの食べてさ逮捕されたよね。だからもあるから、結構国によって食べちゃう人もいるみたいなんで、見えますこの
あのね、あ、見えないか、白いね、なんかマンションみたいなのがあるんですよ。あ、見えた見えた。あれが、あの辺りを見るとすごい自分の地元を思い出す。わかるかなこれ。地元の人は絶対わかる、この感じ。九十九里の今や安くなってしまったマンションの感じに似てるんですよ。で、なんかのシドニーと比べるとあんまりその海で泳ぐとか水着の人はいないです。っていうのは今まあ夏じゃないっていうのもあるけど、どっちかというとなんかサイクリングを楽しんでる人が多くて、この道沿い、海沿いをサイクリングして楽しんでる人がたくさんいました。見てください、このなんだろう、地獄みたいな地獄みたいな岩じゃないですか。日本はもうちょっと丸いよね、岩がね。一応南国だからさ、珍しいさ動物とかいるんじゃない。何これ、早速見つけちゃった。なんかさ、何これ、ちょっと不思議な色をしたクラゲ的な何かなのかもしれません。カニです、カニ。でかっ、でかいよこのカニは。波も強っ。これだから フグのイケスだ。フグがいました、このイケスに。どこにも逃げれないね、これは。フグでした。今ね、はい、ちょうど行って戻ってきたんですよ。戻ってきたんですけど、釣りをしてる人が2人いて、その近くになんかフグがまとめてなんかイケスみたいなところに入れられたんですけど、フグってね、結構釣り人にしてはちょっと邪魔な存在なんですよね。結構それも大きな問題になってたみたいなんですけど、なんか結構殺しちゃう人とか、あとその辺にポイって捨てて、行っちゃう人とか、なんかまあ外来種とかじゃないから、そういうのもね、まあ、ただ釣り人にとっては邪魔なのかもね。切っちゃうんで糸とかをっていうので、まあ今こんな感じで海辺に来てるんですけど、結構まあ波も強いし、僕は自分の地元が本当にこれぐらいの波の感じだったんで全然慣れてるんですけど、なんかちょっとサーフィンとかやるにはちょっと怖いかなっていう。っていうのはさっきの岩あったでしょ、あそこに背中から行っちゃったりするともう大怪我しちゃうんで、ちょっとそれとか、あとサーフボード折られたりするから、ちょっとそういうのは怖いけど、でもすごい海としては素敵な海ですよ。こんな感じ。今撮影してたらオーストラリア人の人に声をかけられて、インスタグラムとかやってんのみたいな感じで、これも YouTube なのみたいな、そうだよって話してたら、ぜひお互いフォロワーし合おうよって言って、でなんかここでなんか日曜日の10時半からなんかフリーでなんかなんですか、空飛べるすごい俺の語彙力やばいですけど、空飛べるなんかサーフみたいなのあるじゃないですか、船につないで飛ぶみたいな、あれをやってるみたいなんで、ぜひ来てよって言われて、いやめっちゃ行きたいわと思いましたね。日曜日の10時半か、余裕で仕事だけど。いやいいね、やっぱ海の近くはエネルギーがありますね。はい、というわけでね、まあ、ちょっと最後のダラダラしてましたけど、まあ、僕はダラダラするのが好きなんで、ちょっと最後あえてこんな感じでやってました。あ、そうそう、なんかねここはキックボードみたいな借りれるんですよ。キックスクーターっていうんですかね、電動の。それを借りてこの辺を走るっていうのがすごい気持ちいいっぽくて、ほら今来ますよ誰か、スーッと飛んできますよ。めっちゃ楽しそうでしょ。あれさっきまでいたのにウサギがいなくなっちゃった。めっちゃ楽しそうでしょ。撮っていてよかったね。ウサギがいなくなっちゃいました。
本当についさっきまでここにいて、まだいますよと思ったのにいなくなっちゃいました。というわけで私は車に帰って、今から自分の奥さんを仕事終わるんで迎えに行きたいと思います。次の動画もね、ぜひ見ていただければと思いますので、またお会いしましょう。バイバイ。